前回の動画から約1ヶ月、投稿頻度守れませんでした。はい、どうも皆さんこんばんは、ナイトです。なんと、パート3にして投稿頻度を破るという荒技をこなしたんですけれども、それについては本当に申し訳ありませんでした。というわけで、今回はですね、前回の動画でこの拠点が完成したんですけれども、まだね、寂しいと思うんですよ。なので、今回はこの下にね、まだ空いているスペースがあるので、そこに動物を入れて、その隣に畑も作って、よりゴージャスな家にしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。で、先ほど話した空いているスペースなんですけれども、1階のこの左手ですね、ここがね、ちょうど空いてて、さっきね、柵をね、ちょっと作ったんですよ。だからここに、羊とか、牛とか、豚をね、連れ込んでいきたいなと思います。でね、もう牛はね、もうどこにいるかね、もう分かってるんですよ。ここですね。ここの家の、多分ここの家の人の牛なのかな。拉致っていきたいと思います。ね、拉致り方は簡単。この柵をぶっ壊して、小麦を右手にポンって持ったら、はい、はい、もうちょろいですね。はい、こっちだよ。あなたの家はそっちじゃないよ。はい、いい子だね。はい、じゃあここに、はい、じゃあ、はい、収容。じゃあ繁殖でもさせておいてあげましょうか。オッケー、これで牛は完璧。じゃあね、次はね、豚を連れ込みたいなと思います。豚ね、さっきね、上に登った時にね、遠くにいたんだよね。ほら、はい、おいでー、おいでー。はい、いい子いい子いい子。おー、足早いね。いいね、足早いよ。はい、そこのあなた、そこのプリチーのお尻したあなた、はい、いいものあげるから。はいはいはい、じゃあ豚はここにいてもらおう。収容。じゃあ繁殖でもね、しといてもらえますか。オッケー、完璧。いや、マジ、今回の動画の尺やべえな。ちょっと、クソ短いかもしんない。まあ、気にせずやっていこうと思います。まだね、ちょっと寂しい感じがあるので、どうする？なんかちょっと寂しくない？まあ、牛はたくさん欲しいから、ここ、先作るか。こうして、こっちに羊入れようか。そうだね。こっちにフェンスゲート入れて、ここ壊して、よし、連れ込もう。あー、いっぱいいる、いっぱいいる。はい、おいでー。はい、いい子ですねー。やばいな、マジで今回の動画、5分とかになっちゃうかもしれない。まあ、でもね、この後に畑も作るんで。はい、ここ。入れそう？入れそう？もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。はい、あなた奥行って。で、こっちこっちこっち。そう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 。あ、違う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 。そう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 。あ、違う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 。こっち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 。こっちこっちこっち。そう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 。いいね、いいよ。あ、違う違う。こっちに呼んで、よし。オッケー、完璧。オッケー、これでね。完璧。オッケー、これでね。羊と豚と牛、収容完了しました。いや、いいね。こう開けててもいいかも。いいかもしれない、ここ開けてても。ここにね、畑を作っていきたいなと思います。で、今思いついたのは、こう家から入って、こっちのフェンスゲート通って、ここで牛たち、羊たち、豚たちがいるんで、その奥にね、もうそのまま畑に出れるように作っていきたいなと思います。じゃあちょっと柱立てていこうか。はい、というわけで柱立て終わりました。ちょっとね、入り口っていうか、ち
ちょっとアーチ状にしたかったけど、うまくね、いかなかったんで、このまま続行していきたいなと思います。まあ、だいたいこんぐらいの広さかな。こんぐらいの広さで、畑作っていきたいなと思います。これからね、装飾だね。もうバチコリ決め込んで、レインボーブリッジぶち込みたいと思います。まもなく、レインボーブリッジ、ぶち込みます。はい、というわけでですね、基礎は完成しました。どうですか？上はね、吹き抜けっていうか、屋根を作らないようにして、その代わりにね、柱を置いて、そこに松明をつけてみました。どうでしょう？え、めっちゃ良くね？え、個人的にかなり好みなんだけど。10×3 で36かな？ 36 個植えることができるようにしました。じゃあね、ここに何を植えていくかというと、まあ、とりあえず小麦だね。ここを小麦にしよう。で、ここは人参。で、ここをジャガイモとビートルートにしようかな。では、早速ね、取っていきたいと思います。取るって言ったら、そらもちろん、畑からだよね。いや、収穫手伝ってあげますよ。いや、大変でしょ。収穫するの。うん、手伝ってあげますよ。こんなところ、育つわけないでしょ。日光入ってないんだから。え、なんで育ってんの？オッケー、じゃあね、村人からいただいてきたので、分けていただいてきたので、植えていきたいなと思います。とりあえずここは全部ね、小麦にしよう。で、こっちは、人参。オッケー。で、最後は、じゃがいもと、ビートルート。オッケー。はい。というわけで、畑、完成！いや、即席にしてはね、割といい畑作れたと思ってますよ。ほら、どうですか？ちょっとどっから見てみる。せーの、じゃじゃん。はい。ああ、割といいんじゃない？いい感じの畑作れたんじゃないでしょうか。はい。というわけで、これからね、この畑を使っていきたいなと思います。で、ちょっとね、時間もあるので、最後一個やりたいなと思っていたことが、前々回の動画で、せっかくサドルを見つけたんで、で、向こうにね、馬がいたんで、いい馬をね、ちょっと見つけていきたいなと思います。さあ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 、ここにね、白白馬？白馬っていうの？白馬の群れがいるんで、この中からね、一体選んで帰りたいなと思います。じゃあ、どうせなら足速くて、ジャンプ力高いやつがいいな。お、来た。で、こいつをつけたら？あ、まあまあ早い。ジャンプ力は？あー、微妙。うま。じゃあ次、この子にしようかな。あ、来た。オッケー。あ、足、あ、まあまあ早いよ。ジャンプ力は？あ、うお、高っ！結構高い。あ、いいね、この子。来た。よし。あー、足遅いね。ジャンプ力は？微妙だね。あ、来た。よし。行きます。あー、ジャンプ力は？この子にするか。この子にします。じゃあ馬はね、この子とこれから一緒に旅をしていこうかなと思います。だから2段は登れるよね、さすがに。あ、登れるね。どこにいててもらおう。ちょっと待っててね。うん。村人の家を、馬小屋に改装しました。待て。おーい、馬。あ、いた。え、あいつか？あ、いた。目離したら遠くに行きすぎだって。怖いわ。はい、オッケー。まあ、とりあえずね、ここで我慢してもらいましょう。あ、せめて床は、土に変えてあげるか。オッケー。これが今日から君の家だよ。はい、というわけで、今回はですね、家がいろいろ寂しかったので、畑を作って、家畜を入れて、で、最後、馬を、連れてきました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、コメントもよろしくお願いします。これからはね、マイクラ生活がより一層楽しくなっていくと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。